イクレイ東アジア地域理事会の議長角川大作です。京都議定書誕生の地、そしてパリ協定実行を支える IPCC 京都ガイドライン採択の地、京都は脱炭素社会の実現に貢献することが使命と考えております。自治体間の橋渡し役を担うイクレイの役割が極めて重要であり、東アジア地域理事会の議長として国内外の自治体の連携を図るために頑張ってまいります。1000年を超える悠久の歴史で作られた自然と共生する文化、物を大切にする伝統が京都にはあり、ゴミの半減、エネルギー消費量の3割削減など大きな成果を上げています。化石燃料から再エネへの転換、市民事業者ぐるみで CO2 排出をしない生活や産業活動の京都モデルを作り、国内外に発信し、持続可能な社会の実現に、また SDGs の達成へ貢献します。